続いては猫といえばバランス感覚が優れていることでも有名です。ということで次に使うのはこちら、この小さな丸太、丸太乗りに挑戦です。この丸太を器用に4本足で乗りこなしてもらいましょう。それでは丸太はここにセットして、この丸太乗りに挑戦してくれる猫なんですが、皆さんの近くで待っていたようです。どこかで猫見てませんか？ん？どこどこ？あ、この猫寝てるだけです。さあ、どこから来るか皆さん探してください。どこどこ？来ました。皆さん見てました？ステージ中央の穴から登場。やってきたのはラッパーマのラッパ。こんなに小さくても立派な大人の猫なんです。この人気で追いかけて集中力を上げていきましょう。はい、いけるかラパちゃん。この丸太を器用に4本足で乗りこなして、ラパちゃん、さあこっち、ラパちゃんこっち、頑張って、ラパちゃん、そう、そのまま乗って、そう、頑張って乗って、惜しい、もうちょっと、いけるいける、4本足で頑張って、それは逆。さあ正面から乗ってもらいましょう。ラパちゃんこっち、ラパちゃん一回前に来て乗って、ラバちゃん前に行って倒せていきますよ。ラバちゃんこっち、そう、乗って、よいしょ、乗って、そう、頑張って、乗って乗って、どうですか皆さん、見てください、完璧でしょ、これすごいでしょ、乗って乗って乗って、ここまで来たら一旦止まります。いかがでしたか？ちょっと暫定出ましたね。もう一回行きましょう。次は反対側の挑戦です。ラパちゃん行きましょう。次はこちら側で挑戦です。ラパちゃん、あ、こっちの前に行って入球ステッキを追いかけてもらって集中力を上げていきましょう。さあ行きますよ。ラパちゃんこっち来て、さあお兄さんと仲良しアピールもいいけど、乗って、そう、乗って乗って乗って、頑張って、ラパちゃん欲しいよ、もうちょっと、よいしょ、乗って、ラパちゃん可愛いアピールはもう十分。さあかっこいいところ見てましょう。ラパちゃん乗って、そう、欲しい、よいしょ、ドラマちゃんこっち頑張って、皆さん見て、どうですか、見て見て見て、何度見ても2本足です。乗って乗って、いや頑張って、転がして転がして、ここまで来たところで見事な丸太乗りならぬ丸太転がしでした。この丸太小さすぎて、ラパちゃん今完全に後ろ足サボっちゃったので、もっと大きな道具にしましょう。それではこの丸太は一回元の場所に片付けます。